浅草サンバカーニバル。浅草サンバカーニバルは、東京都台東区浅草で行われる、サンバのパレード及びコンテストである。第一回は1981年に行われて、今日まで続いている。日本で最大のサンバカーニバルのコンテストとして知られる。浅草サンバカーニバル実行委員会による主催で、毎年8月の最終土曜日に開催される。一日限りの開催だが、 約50万人の人出がある。各サンバチームの規模に応じてリーグ制によるグループ分けがなされている。リーグ制はこの数年にいくつかの変遷があったが2007年では出場順から地域のブラスバンドなどによるコミュニケーションリーグ、企業チームによるテーマサンバリーグ、S2 リーグ、S1 リーグの4つのリーグに分けられている。このうち S1 と S2 リーグではパレードの内容をコンテストで競う。S1 及び S2 リーグではリオのカーニバルになぞらえてパレードの内容を審査員や沿道の観客によるモバイル投票などの採点方式により順位や優勝が競われる。その年に S1 リーグで再開となれば S2 リーグへ降格。また S2 リーグで優勝したチームは S1 リーグへ昇級。 翌年にまたそこで順位や優勝を競うことになる。特にトップリーグである S1 リーグではエスコーラジサンバ、略称、エスコーラと言われる大規模なチームによって順位が競われる。これら大規模なチームはカーホアレゴリア、略称、アレゴリアと言われる大掛かりな出汁を制作したり、ファンタジアと呼ばれる衣装をブラジルに発注制作したものを使用するな 大規模に展開するチームが年々多くなっている。S1 リーグにおいては、アレゴリアの制作が参加必須条件となっている一方、S2 リーグでは、アレゴリアの導入は禁止されている。そもそもサンバには様々なスタイルがあり、ジスフィーレと呼ばれるパレード、更新するサンバは動くオペラとも評される。これは毎年各チームはエンデド、エンヘイド。 物語やテーマなどの意を決め、それに基づいた楽曲や衣装、出しを制作し、それをパレードによって表現し、審査によるコンテスト形式で順位を競うからである。このように、近年の浅草におけるサンバカーニバルでは S1 リーグに出場するチームを中心に本格化させようとする傾向が強くなっている。なお、これらから一般的に、 サンバは単なる仮想行列、またはテーマパークのパレードと同一視される向きがあるが、これは誤解である。サンバにおけるパレードは、毎年チームで検討し、選んだ円平度のテーマが優れているか、また、それをいかに全体で表現するかを各チームで競うものである。またサンバパレードといえば、露出度の高いダンサーが多いと誤解されているが、これも一部に過ぎない。 タンが起きて踊るダンサーは、パシスタや、ジスタッキジシャウン、ハイーニャなどと呼ばれるが、これらは少数のパートであり、一つのチームの中には、アーラと言われるパートのグループ分けがいくつもあり、ダンスやパフォーマンスなどいろいろな役割を演じるのが特徴である。続く S2 リーグでは、S1 リーグ出場チームのスタイルに順じつつも、人数などの面で規模が大きくないチームが出場している。 現在は前述の入れ替えがあるため、S1 リーグからの広角組もある。S2 については、前述のアレゴリア禁止やパレードへの参加人数制限があるため、S1 からの広角組はメンバーの絞り込みも必要になる。浅草はかつて映画館や演芸など、娯楽の一大中心地として、なお馳せたが、昭和30から40年代にはすでに街の活気が、下火になりつつあった。 これを案じた当時の台東区長である内山栄一と浅草喜劇出身俳優の友の純三郎の発案により1981年に初めて実施されたと言われる。ただし一方では兵庫県神戸市がすでに神戸祭りでサンバパレードを行っていたことから浅草の商店街や観光連盟などが読売新聞社を通じて 神戸祭り関係者にコンタクトを取ってそのアイデアを浅草サンバカーニバルに流用したというのが真相であり、友野純三郎の話は後付けであるという指摘もされている。1981年開催当初の浅草サンバカーニバルは現在のように本格的なサンバチームは少なかった。また近年に至ってもサンバの様式とは異なるチームも多く出場していた。また審査も 星野淳子や池田マスオなど著名人による審査委員長の意向が強く反映されていたと言われる。しかし、時代の変化に伴い、ブラジル本国のスタイルに即したチームが増えたことから、1999年には S1 リーグに出場するエスコーラによる愛さ、浅草エスコーラジサンバ協会が足、この愛さの提言により、現在は、 審査委員長に著名人を登用することは変わらずも、ブラジルやサンバに関心がある審査委員が選ばれ、これらの審査委員による点数による結果が大きく反映されるようになっている。なお、パレードは当初夜間における開催が中心であったが、参加者や観客の安全上などの理由から、現在は昼に行われ夕方には終わるようになっている。二0 1年は、 7月30日から延期となった第34回隅田川花火大会の開催日と重複した結果開催を断念した S1S2 リーグとは別にスポンサー企業が参加するテーマサンバリーグも浅草サンバの見どころの一つ2015年2016年は冠スポンサーである朝日ビールと元宝オンラインエンターテイメントの他にロボットレストランの 計算企業が名乗りを上げた。スポンサー企業チームには会社ロゴ、商品ロゴなどの掲示が許されており、それぞれに会社名、商品名などを大きくアピールしたアレゴリアが出場する。中でも新宿のロボットレストランによる大型フロートやアレゴリア約二十台を含む三百名編成のパレードは好評を博し、パレードが通り過ぎたら次のポイントに移動して撮影するパレードの 追っかけカメラマンが多数発生した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。